稲妻イレブン1、2、3、遠藤守伝説。はい、というわけで2021年の1月2日に、収録しております。前回ね、冒頭でね、2020年1月1日5日って言ってたからね、俺。いや、1日と5日ってなんか似てるよね。文字の語感が似てるわ、なんか。うん。はい、じゃあそういうわけで圧倒的同意が得られたということでね。じゃあやっていきましょう、稲入れ。よし、それじゃあ今日はここまでだ。明日に備えてゆっくり休んでくれ。おお、いよいよ明日か。いやー、今日も疲れたでやんすね。もうマジで毎日ここで練習してたんだな。でもここでの練習でかなり力がついてきた気がするな。風丸、お前が言うなら間違いないな。これなら明日の試合もきっといただきっすよ。いや、どうかな、オカルト中。それじゃあ学校に戻ろうぜ。いや、絶対特殊能力使ってくるからな、オカルト中。ライモン中は割とベーシックな技しか使えないもんな。よし、それじゃあこっから俺たちだけの特訓だ。行くぞ、染めようか。あ、二人で練習やってんだ、まだ。ああ、今日こそ完成させてみせる。あのドラゴンのやつってまだ完成してなかったの？さあ来い。いや、ドラゴン出てる時点でかなりできてるんだと思ってた俺。あいつら最近妙に帰ってくるのが遅いと思ったぜ。あ、見られてるじゃん、風丸たちに。あれってもしかして必殺シュートを編み出そうとしてるんですかね。そうだよ。いや、でも初日でもうドラゴンは出してたから。しかしやはりゴーエンジのようにはいかないようだな。いや、でもドラゴン出てたぜ。やっぱりあの人は特別っすよね。でもゴーエンジも努力して編み出したんじゃないのか。そうだよ、やっぱりゴーエンジさんじゃないとさ。獅子堂、いや、染岡もめっちゃ頑張ってるから認めろよ。ゴーエンジ思いっきり聞こえてるし。あいつにだけは負けねえ。絶対に負けたくねえんだ。おお。いや、でもいいね、ゴーエンジの存在に。うおお、焚きつけられている染岡が。おおお、あ、ドラゴン出てる。おお、すげえすげえ。あ、ムービーが変わっとる。え、すごいじゃん。ドラゴン後ろに出るだけじゃなく、一緒に飛んでったじゃん。いや、やったのか。なるほど。すげえ。あ、今ので完成したってことかっこいいっす。なるほど。背後に出すだけじゃなく、一緒に飛ばさないとダメだったんだ、ドラゴンを。やったじゃないか、染岡。やったぞ。これでゴーエンジにだって負けない。え、すげえ、染岡が必殺シュートを習得した。俺はやったんだ。おお、やったな、染岡。お主たちよくやったの。お主。え、そんなお主呼びだったっけ、この人。しかし油断するでないぞ。試合中に張り合う相手はチームメイトではないからの。それを忘れてはいかん。あ、そうだな。シシドと仲直りしろよ、その子。心配いらねえよ、おっさん。このドラゴンクラッシュさえあれば。いやいや。ふむ。どうやらこれでは試合もすんなりとは終わらんかもしれんな。そうだな、チームプレイだからな、サッカーは。いや、俺全然知らないけど、サッカーのこと。適当に言ったけど、それっぽいことね。いや、なんでもないさ。それより遠藤くん、最後に一ついいこと教えよう。お、何？橋の下に稲妻のシンボルがあるのが見えるだろう。え、何？あのシンボルがあるところでは熱血特訓をすることができるのじゃ。シンボル、稲妻の熱血特訓。それってどんな特訓ですか。ない熱血特訓ってまたこれ風丸戸惑いフラグでは。お主たちの持っている熱血ポイントを使って能力を上げることはできるのじゃ。熱血ポイント。なんだそのポイントは。そんなポイント貯めていた覚えがないぞ。どういうことなんだ。熱血に余裕がある時に使ってみるといいだろう。熱血に余裕ってどういうことだ。そんな日本語初めて聞いたぞ。教えてくれ、遠藤。どうしてそんな平然と聞いていられるんだ。あー、なるほどね。特訓で能力アップができると。そういうことか。風丸にもこの画面を見せてあげたいな。でも画面とか言うとまた混乱するからな、風丸が。やめとこう。ちなみにあそこの壁当て特訓ポイントではキックを上げることができるぞ。なるほど。ある。きっとこのポイントも風丸には見えてないんだろうな、あのシンボル。この稲妻町には他にもいろいろなところに熱血特訓ポイントがある。昔は鉄塔の下なんかでも特訓したものじゃよ。そう、君の。ほう、君の。え、俺の。あ、じいちゃん。おっと、いやいや、なんでもないわ。いや、なんで隠すのこの人。絶対じいちゃんとつながりあるよね。ともかくこれでわしに教えられることは全て教えた。明日の試合頑張るのじゃぞ。おお、あとはオカルト中と戦うだけか。はい、ありがとう相田さん。俺たち必ずオカルトに勝ってきます。いや、オカルトって今更だけど。みんなそれじゃ学校に戻ろうぜ。いや他にどんな中学名があるんだろう楽しみだ。ほっほっほ遠藤くん、試合の結果楽しみにしておるぞ。いや染岡のドラゴンクラッシュがやっぱ鍵になるんじゃないか。てかゴーエンジがいないからな、点取りが染岡にしかできないんじゃない。ついにこの日がやってきたな。俺たちの練習成果を見せてやろうぜ染岡。来たかついに試合の日が。ああオカルトのやつらの呪いなんて俺のドラゴンクラッシュで吹っ飛ばしてやる。いやガチ呪いかけてくるだろうなこの世界だったら。すごかったっす昨日のあのシュート。俺も必殺技が欲しくなったっすよ。いやそうだよな、染岡以外も必殺技覚えれんじゃないのこれ。相田さんから特訓場所のことも教えてもらえたし、今日は河川敷で特訓もいいかもっすね。いやでも試合があるんじゃないのか今日は。シシドよし、じゃあ準備ができたら部室の昨日のところに行ってオカルトとの試合を始めようぜ。ああなるほどね、試合の前に特訓してもいいってことか。あなんだムービー始まった。おなになになに、はっちょっと待って、オカルトだろ絶対これおいおいおい、もう雰囲気出してんな。もう色合いからして雰囲気出してんな。もしかしてあいつらがオカルト中のやつらか。てか普通に来たなオカルト中。いや帝国の置き方がすげえ印象に残ってるから。本当だ、なんだか目立つやつらだな。ふんサッカーは格好でするもんじゃねえ俺がそれを教えてやるぜ染岡。それ帝国のやつらにも言ってやってくれよでも多分そういう考えでサッカーやってるやつの方が少数派なんだろうなこの世界では。こんにちは幽国ククク、あんたがキャプテンの遠藤かい、よろしく頼むぜクク流行りに寄せた見た目しやがって呪術高専で見た。おいや親は毎朝どんな気持ちでこいつを送り出してるんだよやつはかボソ呪ってやるいやない絶対なんかワンアイテム身につけないといけない校則でもあるのかオカルト中はでなんで八つ墓村チョイスしたんだよこいつは。あ名字か、名字のせいか、なるほどねよし、いや面白そうだな今回の試合。遠藤くん準備はいい？良ければ試合を始めるわよ。よしやるか。オカルト中学の人たちはもう準備して待ってるわ。グラウンドへ行きましょう。しっとっちゃってってなっちゃったね昨日さんねああ待ってろよオカルト中、俺たちの新しい力を見せてやる。そうだな、主に染岡の新しい力を。よーしおいゴーエンジなんだよお前、うろつきやがって俺らの周りを。どうしたんゴーエンジさん。いやこいつ絶対部活入りたいだろ。てめえ何しに来やがった。いやそんな口聞くな染岡。もしかしてサッカーやる気になったのか。いや本当はやりたいんだろゴーエンジ、なんか自分に枷をしてるだけで。そうなんだろゴーエンジ。いやその妹と何があったんだろうな。俺はまだサッカー部に入るって決めたわけじゃない。いやその割にはめちゃくちゃうろつくじゃん。ただサッカーはやめないってそう決めただけだ。えどういうこと、サッカーはやめない。ふん煮え切らねえ野郎だ、てめえはもう必要ねえぜ。いや染岡ちょっと待て、対抗心むき出しすぎだろ。必殺シュートがあるのはもうお前だけじゃねえんだ。いやでもゴーエンジもいたらさいいじゃないか。ゴーエンジがまた俺たちとサッカーしたいって言うなら俺は大歓迎だぜ。いや一緒にやってくれんの。えそういうこと、よく来てくれたなゴーエンジえそういうことだったのよーし楽しくなってきたぞ。いや守の言葉の行間を読む力すごいなうんそれじゃあこの試合でライモンのエースが誰なのかはっきりさせてやるとするか。え試合に加わんのゴーエンジよ。それじゃあ行きましょう、オカルトの人たちが待ってるわ。マジでマジで一緒にやってくれんの。よし行くぞみんな。いや守はなんか行く気になってるけど、いや来んのかいマジかよ。あ部活には入らないけどサッカーはするって何それ、なんだそのゴーエンジ理論。タッチペンを出せよっしゃ俺も出せ。ゴーエンジがチームに加わると同時に俺はタッチペンを出せ、それが俺の役割。オカルト中学サッカー部監督のジキルです。ジキル今日はお招きいただいて光栄です。えジキルとハイドのジキル、えてか結構若いな監督。よろしくお願いします、お互いに頑張りましょうね。結構イケメンで若い監督じゃんククク地獄を見たことはあるかい。いやお前あんのかよその年齢にして地獄見たことあんのかよいややっぱり怖いっす、不気味な人たちっすね。いや壁山が言うな、お前も別の意味で怖いわ。ふんそんなのハッタリに決まってるだろうが。いや絶対あるって呪い。いいから俺にボールを集めろよ、お前ら。ああ、なるほど。ドラゴンクラッシュをな、使うために。俺のドラゴンクラッシュをあいつらにお見舞いしてやるからな。まあでも、染岡がそう言うなら、そうするか。落ち着けってみんな。練習通りやれば大丈夫さ。うん、だって初めてちゃんとした特訓したんじゃない？来問中。大丈夫なのかな？なんだかチームの雰囲気がおかしいみたいだけど。あー、シシドと染岡がな。お、ライモン VS オカルト。オカルトの交渉かっけえ。何これ。いや、こんなん俺、中学生だったら絶対オカルト行きてえわ。この交渉だけで行きたくなるわ。オカルトに。あ、ゴーエンジいるじゃん。あ、本当に入ってくれたんだ。おお、やった。え、じゃあ、染岡ゴーエンジの、もう 2枚フォワード看板で、なんとかなるんじゃないか。そして、オカルト。おーキャラ濃いなあ、おい。ちょっと。え、これってなんか選手情報で詳細見れるらしいんだけど。ちょっと見てみるか。あ、見れる。ナタ重造。グラウンドの草刈りにナタを使う危ないやつ。いや、私物のナタ持ってんのかよ。やめろ。てか、ホッケーマスクの説明も欲しいんだけど。いや、こんな中学生、よく毎朝投稿できてるな。柳田茂。妖怪研究が趣味。何かあると何でも妖怪のせいにする。ああ、水木しげる。あ、そういうこと。あ、なるほどね。妖怪のせいにする。屍不死身。自分は不死身だと信じてわざと危ないことをする向こう水な男。いや、すごいな。中二病発症してんな、全員。帝国よりきついかもな、オカルトの中二病は。なるほど。サンズ渡る。霊体験をしてからは本人も生きている自信が持てないという。その三角のやつってさ、どこで売ってんのこれ。自作かな。もしかして自作してんのかなこれ。渡るの手作りか、その三角頭巾。フラン剣。生き物を作り出す研究をしているが、生物は苦手科目らしい。いや、近畿に触れようとしてるじゃんこいつ。じゃやめとけお前。持ってかれるぞ。それは持ってかれる。やめとけ。真理の扉を開けようとしている。八つ墓たたる。呪いやたたりに詳しく、怒らせると災いが訪れると言われている。ああ、そうなんだ。あ、じゃあこいつがその挑戦状みたいなの書いたのかもな。霊元道久。キョンシーだ。体が硬いので跳ねるように飛び回って相手をかく乱する。体硬いとか関係ある？どんだけ硬いんだよ。膝が曲がらねえのか。木のいまみ。ちょっとこいつやばいな。肌が乾燥しやすい体質のため、いつも包帯をぐるぐるに巻いている。いや、どういうこと？巻きすぎだろ。どういうこと？肌乾燥しやすいから包帯巻くって、それ対策になんのか。月村健一。月を見ると凶暴になるため狼男と呼ばれている。いやいや、そういうキャラだろ。実はそんな凶暴になんないだろ。中学生特有のやつだろそれな。あ、月村やめとけって、そういうキャラ付けすんの。俺も経験あるからわかるけど。後々後悔するから。ブラド牙。ナイターで最も活躍する不思議体質。いつもトマトジュースを飲んでいる。ああ、なるほどね。ヴァンパイアだからね。いや、なんか割とまともに見えてくるな、ブラドが。夕刻ひろゆき。ひろゆきってお前めちゃめちゃ普通じゃねえか、下の名前。鋭い霊感を生かして有名選手の霊からコーチを受けているらしい。何それ。え、どういうこと？あ、イタコみたいなこと。え、すごいな。こいつの能力すごくね。いや、お前なんでサッカーやってんのよ。サッカー以外に生かせ、その才能。よーし、やるぞ。11対11。いやー、どうかな。クソガキフットボールクラブには苦戦したからな。いや、でもちょっと練習したから、雑魚相手に。よーし、やるぞ。蹴る。いきなりか。ここは、突破でいけるかな。マックス、突破してくれ。頼む。いけ。よし、オッケー。突破。ナイス。いや、勝て、ディフェンスが。相性悪いな。突破いけるか。マックス、頼んだ。音量なんかやってる。ちょっと待って。音量ってなんだ。うわぁ、ちょっと。いや、いよいよ能力バトルじゃねえか。何召喚してんだよ。ちょ、待って。クリワツ。あ、いけそういけそういけそう。じゃあ、スライディング。スライディングで。よーし、オッケー、ナイス、取った。あ、転がってる、転がってる。待って待って。あー、もう一回か。スライディング、うん。成功率重視で。よーし、オッケー。栗松のスライディングがすげえ。蹴って、上げていく。あ、その他。よーし、ナイスキャッチ。あんまりね、この指示出さない方がいいね。普通にパスをタッチで。よしよし、いいぞ。お、蹴った。入るかこれ。いや、さすがに無理か。取られたわ。いや、いけるいけるいける。でもいいぞ。めっちゃ返されてる。ナイス、クリマツ。いや、これ指示出さない方がいいな。結構オートでいけるわ。よし、で、マックス、染岡、いけ。てめえらよく見てやがれ。俺のドラゴンクラッシュを。いけ、染岡、見せてやれ、ゴーエンジに。お前のドラゴンクラッシュ。いくぜ。技。ドラゴンクラッシュ。いけ、染岡。お前の竜で、この呪いを吹き飛ばす。いけー。どうだどうだ、抜けるかキーパー。キラープレートなんか出した。何それ。おお、ちょっと、入った。でもやったー、ゴール。やったな染岡。なんか桑原みたいな剣出してきたけど入ったぜ。やった。おい、いいね、ドラゴンクラッシュ。そしてこれを、いや、こいつマジ、マジ何なんだよこの能力で、このボール切ろうとしてんの何なのボール切ってどうすんだ。いや、面白い。いよいよ能力バトルだな思ったよりはやりますね。さすがライモンサッカー部の皆さん。いや、とりあえず先制点取ったな、染岡の。え、おいおい、雑魚が調子に乗ってるんじゃねえぞ。あ、顔変わった、ジキル先生の。あ、なるほどね、ジキルとハイド伏線回収。なんだ、オカルトの監督、ちょっと様子がおかしくないか。いや、あれじゃない、二重人格ってやつじゃない。幽谷、あの技だ。こいつらに地獄を見せてやれ。お、幽谷、ひろゆきがなんかすんのか。お任せください監督。超領域展開すんじゃねえだろうな、ひろゆき。オカルトのやつら、なんだか動きがおかしいな。いや、さっきからずっとおかしいけどな、こいつら。今さら気づいたのか、ゴーエンジ。いや、ひろゆき何すんだろうマジで。ちょっと楽しみだなどんな能力を見せてくれるんだ、ひろゆき。よし、とりあえず普通にサッカーやるか。マックス、お、あー、パスがうまい。お、ククク、お前ら調子に乗るのは早すぎたな。ひろゆきよ、お前待つか。見せてやるぜ。これが俺たちの必殺技、ゴーストロックだ。ゴーストロック何それ。お、なんだなんだ、ゴーストロック。あ、なんか出た。え、おお、どういうこと。あ、足が動かなくなる噂通りのなんだこれは。守る、大丈夫か。あれがオカルトの呪い。いや、呪われるようなこと何もしてなくね。足が動かない。いや、あんな手を前に突き出すだけでこんなことできんの。くくく、それじゃあそろそろ行かせてもらうよ。いや、何この技、最強すぎない。ああ、全員動けない。なんだってこいつ。どうだい、何もできずに追い込まれていく気分は。いや、こいつなんでサッカーやってるんだ暗いファントムシュート、なんだそのシュート。ファントムシュート、おお、わあ、増えた。なんてこった。おやおや、お気の毒に。何が起こったかもわからないまま負けることになるなんて。いや、サッカー以外に生かせその才能。はははは、いいざまだなライモンの雑魚ども。監督ノリノリじゃん。みんなどうしたの。足が止まってますよ。いや、オカルト強すぎねなんでこいつら全国行けないの。いや、言ってんのかもしれないけど、クソ、どうなってるんだ。全然動けないぞ。これが噂の金縛りってやつでやんすか。え、こんなんどうすんだよ。どうやって勝つんだよこれ。あっちの監督もなんだかおかしなやつみたいだし、もうやってらんないよいや、監督のおかしさは別にいいだろ。どういうことだ。いや、ゴーエンジも戸惑ってるじゃん。全国レベルのゴーエンジも。畜生、体が動かねえ。これじゃ俺のドラゴンクラッシュが打てねえじゃねえか。いや、そういう問題かよ。お前らとにかく俺にボールを回せよ。いや、無理だろこの状況だと。これじゃあそんなの無理ですって。見てわかんないんですか。え、どうするこれ。体動けなくされたらもう。結局ゴーストロックで動きを封じられ、なすすべなく前半が終わってしまった。え、前半終わってるし、ちょっと動き止まったまま。オカルトの呪いの力を目の当たりにして、俺たちはすっかり震え上がってしまっていた。そんな時試合の流れを変えたのは、やっぱりあいつだったんだ。え、高円寺。え、どうやって勝つのこれ。ちょっと、一体どうしちゃったんですか。相手が攻めてきてるのに誰も動かないなんて。いや、おとなしちゃんが言ってたやつじゃんこれ。動かないんじゃなくて動けないんでやんすよ。いや、マジ強すぎなオカルトのこの能力。おい、お前ら俺にボールを集めろよ。何度も言わせるんじゃねえ。いや、序盤で戦う敵の力じゃないだろそうすれば俺がドラゴンクラッシュ決めてやるって言ってるんだ。それどころじゃないってのになんでわかんないんだよ。また喧嘩してんじゃん、ちょっと。やめろ、今それどころじゃないぞ。ちょっとどうしちゃったんですか？喧嘩はやめてくださいよ。シシドとソメオカ仲悪いな。おやおや、恐怖のあまり仲間割れとはお気の毒に。監督。いや、オカルト中。ひひひ、覚悟はできたかよ。動けないまま俺たちにボロボロにされる覚悟は。オカルト中の授業風景見たいわ、俺。すげえ面白いだろ。やっぱりあの監督おかしいでやんすよ。どうするの、遠藤くん。このまま後半も動きを止められたままだったら。後半も動きを止められるというパワーワード。とにかく根性で突破するしかねえかな。いや、無理だろ、根性だと。そんな。ああ、もう後半が始まるでやんすよ。いや、ゴーエンジがなんとかしてくれるんだろ。奴らのあの動き、おそらく、ゴーエンジ知ってるのか、お前。もしかして全国で同じような戦法を使ってきた奴らがいたのかな。なんかトリックがあんのこれ。能力とかじゃなくて。スタート。まだまだ続くぜ。ゴーストロックの恐怖は。向こうの監督楽しそうだな。いや、来た、ゴーストロック。これ、後ろの二人はなんか意味あんのか。今だ！みんな目を閉じろ！何？目を閉じる？あいつらの動きを見るんじゃねえ。どういうこと？目を閉じる？なんだって？どういうことだ？それでいいの？今は試合中っすよ、ゴーエンジさん。ゴーエンジ、説明してくれ。てめえ、また目立とうとしやがって。見ることでなんか動きを止めんの？いや、ゴーエンジのやつ、何か考えがあるみたいだ。いや、それは考えあってのことだろう。とにかくここはゴーエンジの言う通りやってみよう。おう、みんな目を閉じろ。でも、閉じた。閉じたら試合にならなくね？これは、動ける。体の自由が戻ってきたぞ。すげえ。なんでわかったんだ、ゴーエンジ。なんだと？どういうこと？思った通りだ。説明してくれ。ゴーストロックってのは催眠術だったんだよ。催眠術？あいつらの見かけと技を繰り出す奇妙な動きにすっかり騙されてたってわけさ。いや、騙されるも何も。催眠術って何？催眠術だと？お前、それを確かめるためにずっと奴らの動きを見ていたのか。いや、その催眠術してる動きあった？苦じゃなくて。さすがだぜ、ゴーエンジ。いや、さすが。いや、さすがはさすがだけど。試合中にそこまで考えていたなんて。いや、どこをどう見てたら催眠術って気づけるんだよ。それに比べてこの俺は、いやいや、染岡、普通の洞察力じゃないから。俺には何ができる？俺にはドラゴンクラッシュしかない。そうだ、染岡、お前が点を取るんだ。見てろよ、俺のドラゴンクラッシュで。いや、ゴーエンジ鋭すぎるだろ。よーし、こっから反撃開始だ。いやー、気づきやがったか。でもこっちの切り札はそれだけじゃないんだぜ。何？まだ何かあるってのか。いや、なるほどね。いないれをなんか理由とかで考えちゃダメだな。そういうもんだとして受け入れないと。よし、抜けそのか。よーし、抜いた。オッケー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 。いけるぞ、ゴール前。そのか、決めろ、ドラゴンクラッシュ。食らえ、俺のドラゴンクラッシュ。いや、いけるのか。なんかまだ切り札あるって言ってたよな、監督が。いや、でもとりあえず打つしかねえ。ドラゴンクラッシュ、いっけ。これで点を取り戻せ。いや、どうだ、ドラゴンクラッシュ。残念だ、十三。喋った。お前喋るのか。何？歪む空間。なんだとー。空間を操りやがった。なんだ、今度は何が起こったんだ。こいつらマジ。お前らのヘナチョコシュートでこの歪む空間は破れねえだろ。歪む空間という単語を普通に使っている。思い知ったか、この弱小目が。いや、十三強キャラすぎない、ちょっと。くそ、俺がなんとかしなきゃ。十三2つも能力持ってんじゃん。このドラゴンクラッシュで出ないと俺は染岡がパニクってる。いや、無理もない。染岡！言っただろ、一人で悩むなよ。いや、でもこんなん目の当たりにしたら。そうだ、落ち着いて考えるんだ。いや、落ち着いたところでなんとかなるもんか、これ。確かに今の俺たちの技じゃあの空間は破れない。もっと強力なパワーがなきゃ。いや、そういうもんなの。パワーでなんとかなるもんなの。そうだ、遠藤、お前は言ってたな。何？一人じゃできないことだって、二人で力を合わせればできるようになる。お、すげえ、伏線回収してる。言ってた、守る。仕方ねえ。え、おいゴーエンジ、お前に一つ相談がある。いいか、よーく聞きやがれ。おっ、ゴーエンジとなんだと、本気で言ってるのか。いや、なんだ、もしかしてタッグ技。ひひひ、何をごちゃごちゃ言ってやがる。逃げる相談でも始めたのかよ。本気も本気の大真面目だ。勝つためにはこれしかねえ。ついてこいよゴーエンジ。何をする気なんだ。ふっ、確かにそれならいけるかもしれねえな。マジでいけんの、あの空間を。まずはお前がシュートを打て、俺がタイミング合わせてやる。いや、熱い熱いけど、初めてのタッグ技は。でもどうにかなるのかこれ。抜いてくれ。よーし、オッケー、染めようか。ナイス、上がっていく。いや、いける。ついてこいよゴーエンジ。出るかタッグ技。ふっ、お前こそな。え、何すんの、何すんの、2人で何をしようと無駄に決まってるだろう。歪む空間がお前らのようなカスに破れるわけねえだろうが。いや、自分で言ってて違和感感じないですか監督。行くぜ、名付けて。おお、ドラゴントルネード。なんだそれ、ファイヤートルネードとの合わせ技。え、技、あ、増えてる。なんか、よし、これをやるしかねえ。行くぜドラゴントルネード。どうなんの。おお、くる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 、ゴーエンジが回った。そしておお、ドラゴンと一緒にそんなことになるのか。はっ、歪む空間。いや、どうなのこれ。ああ、吸い込まれてる。え、あ破ったすげえ、染岡のドラゴンクラッシュとゴーエンジのファイヤートルネードの合わせ技。なるほど、2倍のパワーってわけだな。な、そういうことだろ染岡、ゴーエンジ。俺も分かってきたぜ、この世界の法則が。オーマイゴッド、そんなバカな。何、歪む空間を突き抜けただと。なんてパワーのシュートをしやがる。空間を突き抜けた。感謝しろよゴーエンジ、俺のナイスアシストにな。確かにな。とりあえず礼を言っておくぜ。いや、でもそうだな、あんなに張り合ってた染岡が、お前らすごいじゃないか。一体いつの間にあんな技。いや、なんか即興っぽかったけどな。すげえや、ドラゴントルネード。染岡さん、ゴーエンジさん、こんなことができるなんて。シシドが感動してるじゃん。さて、ここからが本番だ。勝ちに行くぞお前ら。おおおお、いや、いいね、もう勢いしかない展開。もう細かいことはいいんだよな。これが稲妻イレブンだよ。よし染岡、シュートで、もう強烈なシュート打て染岡。どうだ、よーし、抜けた。入ったぜ3点目。いや、もうこれは勝ったな。すげえ、染岡もう3点決めたじゃんこの試合。どうだ、そんなバカな。ひろゆきが絶望している。いや、もうこれは試合終了。そしていや、もうライモンの点取り屋、さすが染岡、勝った。俺たちの勝利だ。やったな。そんなバカな。帝国に勝ったのは実力だったのか。悪いな、成長してるんだよ俺たちライモンサッカー中バブー。バブー。赤ちゃん出てきたな。よし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 、まあでも勝ったぜ。おお、みんなレベルアップした。あ、風丸なんか覚えたな今。ちょっと飛ばしちゃったけど。やったじゃないか染岡。なあ、いや、染岡大活躍だったよ今回。ゴーエンジすごかったですよ2人とも。あ、すげえ、シシドも認めてる染岡のことを。どんなもんだ俺のドラゴンクラッシュは。それにドラゴントルネードもな。ゴーエンジのことも認めてるじゃん染岡。いや、そう、チームプレイだからな。おいゴーエンジ、お前やっぱりサッカーやりたいんだろ。お、もしお前にその気があるんならサッカー部に入れてやってもいいぜ。この前までサボってたくせにお前。ただしライモンのエースストライカーはこの俺だがな。あそこは譲らないんだ。なるほどね。ふん、確かに悪くないな。俺だって子供と練習してるお前なんかには負けねえよ。あ、ゴーエンジもじゃあ正式に入部すんの。何、お前どうしてそれを。まさかあそこに来てたのか。あのね、土手にいたもんな。ま、そういうことでよろしくな熱血キャプテンさんよ。ゴーエンジも入部した。ゴーエンジ、それじゃあお前サッカー部に入ってくれるのか。いや、そういうことじゃないこれはもう。よーし、それじゃあ次の試合に向けて早速練習開始といくか。河川敷までランニングだぜ。あ、もう次の試合もあるんだ、すぐ。そうだな、ガキどもに試合の結果を教えてやろうぜ。ああ、クソガキフットボールクラブにな、あいつら。それに新入部員の紹介もな。でもゴーエンジのこと知ってる子いそうだな。待ってくださいよ、二人とも。練習は明日からでいいんじゃないっすか？確かに。試合した後すぐ練習って。マジやる気見してんな。全く面白いやつだ。面白いやつ認定されてんじゃん、ゴーエンジね。多分、守のことだよな。お会長、思ったよりもやるよね。そしてこの2試合とも、逆転のきっかけはあの男。ゴーエンジな。あなたたちの本当の実力を見てみたくなってきたわ。本当の実力？そうね、それなら次は。あ、会長がセッティングしてたんだ、試合。もう絶対会長サッカー好きじゃん。やっぱわざとだったんだな、あの感じ。お、冬川先生。何してんの？あ、携帯。電話してる。はい、オカルトには勝利しました。なんか連絡してんだけど。これは早めに手を打たないと。手を打つ？なになんか、すごいな。裏でも何か進行してるな、これ。あ、あのおっさんだ。見たぞ。私の目をごまかせると思うなよ、冬海先生。いや、なんなんだよ。大人も大人で、なんか動いてんな、これ。